どうも霊夢夢。どうもマリサさ。どうもリブルル。非常に更新が遅れているバイオハザード RE3、ゆっくり実況パート6ですよん。もう他のゆっくり実況者はクリア間近まで来てるのぜ。そんなペースで大丈夫か？多分大丈夫ない。でも仕方ないですん。今さら追いつけないのでゆっくり実況していくですぬ。そんなに時間取れないんだったらさ、もう打ち切りってことで。私が今までゲーム実況打ち切りしたこと、一度でもありましたか？途中で失踪するウプ主は確かに多いが、当チャンネルのウプ主は失踪したと思わせておいて急に復活したりしてきたのぜ。だからこれからも打ち切りエンドはないと思うのぜ。それってほぼ失踪しかけてるのと変わんないよな。で、うわぁ。相変わらず意味不明な形態のゾンビいるよ。頭の脳力ずれたよ。おい。前回までに怖い化け物たくさん見てきたでしょ？もうさすがに慣れてるだろ？気持ち悪いものはいつ見ても気持ち悪いです。うわん。またいるんだけど。こんなやつショットガンの前では無力ん。超余裕。霊夢さんが余裕ぶっこいてる時は大抵死亡フラグ立つが、一応キプレイなのでそう簡単には死なないか。ちょっと残念だぜ。なんで残念がってるのよマリ。マリって言うな、マリサって言え。私、打ち切りエンド大歓迎なんだけど。ぐるりはまだその話してたの？打ち切りはしないつもりではいるから安心しときなさい。打ち切りしてくれないと私の心の平安が遠のく。前回から結構日が経ったからな。その間に恐怖耐性が崩れたか？はい、鍛え直しね。うわーい。読み物は基本チラ見せしてるので、じっくり読みたい方は一時停止するのぜ。この部屋の探索はこんなもんですん。では次行きましょう。ぐるりにとってはこの先、試練なのぜ。え？なんか出てくるの？そりゃあ本ゲーム看板エネミーがね。大丈夫だぜ。奴はツンデレだから手加減してくれるぜ。ネメシス見るのやー。よくネメちゃんだとわかりましたね。えらいえらい。相手が何者か理解できれば、もう怖くなくなっただろ。わー、なんか撃ってきた。ぬわーん、出たもーん。最高にかっこいい登場だぜだぜ。改めてこのムービー見てみたら、ものすごいケースの開け方ね。ロケランで狙われてるんだけど。大丈夫よリグルちゃん。ネメちゃんはわざと手加減してくれますん。わざわざレーザーポインタで着弾地点を教えてくれる優しさ。そして対して爆発力のないカスカスなミサイル。本気で一目にかかってくる敵の持つ武器ではないと思います。一気に近づいてきて殴ってきてるんだけど。そりゃあロケランわざと外してるのがバレるの恥ずかしいからな。たまにはロケランで仕留めるの諦めて肉弾戦に持っていこうとする素振りを見せてごまかしてるだけだぜ。いやいや手加減なんて絶対してないでしょ。普通にロケラン威力あるじゃん。パトカーが爆風で飛んでるし。カルロス、また奴に追われてる。おい冗談だろ、殺したんじゃないのか。目の前に来たー。狙ってきてるよー。リブルちゃん、パトカーが爆風で飛んだのはただの演出ですよ。その証拠にこら、ネメちゃんのロケランは爆発しても、周りのオブジェクトが一切ビクともしてないですん。ジル様も一切爆風で飛ばされないのぜ。思いっきり飛ばされてるじゃん。これはムービーだから、爆風で飛ばされてる風を演出してるのぜ。そう考えないと道中の事象を説明できないぜ。いや単にそこまで作り込んでないだけのことでしょ。リブルちゃん、それは言ってはいけない。大人の事情に触れそうなことは言ってはいけない。技術的に難しいところにケチつけてはいけない。もうほんとなんなの。あれ？あいつ追ってこないの？少しの間だけですが、追ってきませんぬ。だから安心して見ていられるだろ。今のところ安全地帯なのね。ずっと暗記続いてくれればいいんだけどな。そんなに甘くないのぜ。いや、甘々な方ですわよ。あ、そっか、ネメちゃん手加減してるもんな。だから手加減も何もないでしょ。あれ、ここってなんか見覚えあるような。もちろん来たことあるわね。聞こえるか？奴を倒す方法を考えた。駅の近くまで来てくれ。だけど奴もついてくる。大丈夫だ。俺を信じろ。ここってダウンタウン来たばかりの時に通った道じゃん。そうなのでしゅよ。じゃあそろそろ駅から脱出する感じ。やった、これで逃げられるね。ダウンタウン脱出できてもストーリー終わらないってこの前言ったでしょう。あ。次が飛んできたー。やばい潰される潰される。こんな単純なギミックで潰されるわけないでしょうが、初見ではぼーっとしてて見事に潰された霊夢さんでございますぜ。余計なことわざわざ言わなくていいのマリちゃん。マリちゃん禁止。
とりあえず回避したから、あとは奴が来る前に地下鉄へ。そう簡単に行けると思いますか？奴の走ってくる足を避けて。いやー、豪快な右フックですな。なんなの、さっきの怖すぎでしょ。食らったら眼下底骨折じゃ済まないよあれ。あの右フック、当たれば井上選手ワンパンできるわね。階級違いすぎる上にバイオーガニックウェポンだからな。多分ヘビー級世界王者の右フックより強いぜ。それでも一発食らっただけではジルさん倒れないんですよ。あれ？じゃあジルさんってやっぱり人間じゃない？なんで霊夢さんとマリサさんはこんな怖いゲームやってて冷静にもの考えられるの？おい、大丈夫か？行け、早く！急いで、やつはほっといて。あれで倒した。わけないよね。あんなんじゃ死にませんよ、奴は。あれ、もしかしてこのパターン、またジルさん一人であいつと戦って脱出まで遠回りするのでは。さすがに二度も同じことしねえわ、わら。だよねー。カルロス、最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺より勇敢だ。とにかくこれで、みんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。カルロスさん足早い。ジルちゃまもあれくらい早く走れたら最強だと思うんですがね。カルロスナイフで刺すのやめや、わら。どうして？新たな任務だな。町を救うためなら、何だってやつだ。ジル様のナイフ脅しに一切ビビらないカルロス。さすが戦場を生き抜いてきた兵士は違いますわ。あ、この後しばらくムービーですん。一緒に見るゼリブル。お手柄だな。噂通りだ。よくやってくれた。中へ入れ。すぐに出発するぞ。カルロス、タイレン。お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエル・バードを探すことだ。これが最終列車じゃないわよね。心配するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。先に行っててくれ。俺は死なない。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。はいはい。バードは重要な研究者だ。彼のワクチンが街を救う鍵になる。分かるようになったじゃないか。あ、ムカつくおっさん。大事なのは自分の命だけだ。頼んだぞ。よし、行こう。カルロスさんと一時的にお別れ？まあそんな感じだな。バードみたいな研究バカがまだ生きてると思ってるわけじゃない。情報が正しければ生きている。どうした？チームメイトのことが心配か？もっと気になることでも？思考能力のないゾンビが舞台に奇襲をかけるとは実に奇妙だ。ゲートに鍵がかかっていたのもな。違うか？急に爆発した。なんでいるの？そりゃあネメちゃん優しいからちゃんとついてきてくれるのぜ。答えになってないでしょ。来い、こっちだ。ニコライ、何のつもり？奴の狙いは俺じゃん。ニコライ、これやばい。あ、おじさん、ブイ。いやー、ドアップ怖い。魚降りろ、このクソ野郎め。おじさん自爆した。デカ電車脱線するでしょこれ。ジルさん頭強打した。大丈夫なのこれ？普通は大丈夫ないですん。あれで生存者いたら奇跡なのぜ。でもジル様は平気で奇跡起こすから大丈夫。信じるのぜ。今頃地下鉄は町から遠く離れているはずだ。あのセクシーな連れも？彼女はそういうんじゃない。素晴らしい計画だ。
ではここからカルロスさんを操作していきましゅ。RE2 の舞台だぜだぜ。懐かしの警察署なのぜ。へぇ、カルロスさん操作して前作の舞台を攻略していくの？そうですん。オリジナル版ではジル様も立ち寄ったんだけど、リメイク版では残念ながら立ち寄りません。カルロスを使って警察署内うろうろするパートとして再構築されてるのぜ。へぇ、そうなんだね。ちょ、これって墓場、死体掘り起こしちゃいやー。いちいちビビらないですん。あ、ムービー始まった。ブラッド、やめろ。耐える。マジかよ、ブラッド、お前まで。ブラッドさん、一番最初に出てきた人、ゾンビになっちゃって。どうしてくれ。え。いやー、ブラッドさん、そんなフェイントかけるの反則だよ。ちょっとした油断が命取りですん。RE2 の裏側がここで見れるのはグッドだぜ。なんで平気で見れるの？ブラッドさんが、あの助けてくれたブラッドさんが、もうあの頃のブラッドさんはいないですん。無慈悲に倒すしかありません。ではブラッドさんをいたぶっていきましょう。わいわい、足打つの楽しい、わらわら。皆さんこれが霊夢の本性なのぜ。クソ霊夢の所用、とくとご覧あれなのぜ。クソ霊夢言うな。なんか意外としぶとく立ってるわね。おかしいでしゅね。できれば足をちぎってしまいたかったんだけど、できなかったわ。平然と恐ろしいこと言わないでよ霊夢さん。ブラッドさんの死しちぎるのはもしかすると使用的に不可なのかもな。海外版だったらどうなんだろう。ちぎれるのかな。ちぎれるかどうか平然と議論しないでよ。情報が確かならバード博士はスターズオフィスにいる。ひっ捕まえてさっさと戻ろう。とりあえず超懐かしい警察署内に入ってきましたん。オリジナル版だとドアに板打ち付けられてたりとかしたよな。懐かしい。カルロス、これ見てみろ。オフィスの場所が分かった、ここだ。いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな。だから救助じゃなくて捕まえるのか。ふん、嫌な任務だな。シャッターを開ける、そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。では目的地である天の川の社を目指すのじゃ。末広がりずの実況パクんなし。なんでわかったマリちゃん。有名だからな。てかマリちゃん言うなとあれほど言っておろうが。あの、スターズオフィスってそっち？先にハンドガンの弾を取得しに行ってるですん。ここに一個落ちてるんでしゅよ。なるほど。では白マナコに注意して天の川の社を目指しましょう。爆霊夢禁止。あの椅子にケースがあるでしょ？ここでブラッドさんのカード使えるんですよ。貴重な弾薬入ってるからぜひ取得していくのぜ。ブラッドさんかわいそう。大切に使わせていただきましゅ。さあリグルグルちゃん、この辺りから恐怖耐性試されますよん。まさかまたネメシスでも出てくんの？そうではないんだよな。まあリグルちゃん今まで何度も訓練してきたから大丈夫だとは思うけどね。と、変な触手見えてる見えてる。一体あれは何だ？なんか連れて行かれちゃった。そんなにガンガン突き進まないでー。うわー、顔面に突き刺さってるー。いやー、うえー、おぞましい。リグルールちゃい、もっと静かにできんのか。だってめちゃくちゃ怖いんだもん。ほんと怖がりすぎでしょ。これからいくらでも恐ろしい目に遭うのにな。ゾンビ出てきちゃったよ。今まで何度も出てきただろ、わら。そうそうこれこれ、足ちぎっていたぶるの楽しい。おまわりさん不審者はこの人です。むしろ目の前の白マナコの方が不審人物だからね。白マナコ言うのやめんかい。ちょ、さっきものすごい。わー。警察署内はホラーテイスト強いからしこですん。シリーズおなじみの窓ガラスドッキリ最高だぜ。っていうかその顔してる方が怖いのゼリブル。ちょっと、ナイフで悠長に切ってる場合ちゃうでしょ。ショットガンでもぶちかましてさっさと倒してー。カルロスちゃんはショットガン持ってないですよん。アサルトライフルで連射できるくらいなのぜ。じゃあゾンビいっぱいの時はアサルトライフルで一気に蹴散らしてね。そういうことしてたらあっという間に弾薬つきますよ。ある程度ナイフで節約しないときついのぜ。スタンダードだったらもう少し余裕あるかもしれんが。あとどのくらいで警察署あります？まだ来たばっかりでしょうが、わら。多分ここらで2、3割くらいじゃね。まだまだあるのぜ。こんな暗い部屋とか廊下をずっと歩いてるところ見てたら発狂しそうになるよ。聞こえるか？ここ
こには未知の何かがいる。強敵かもしれん。未知の何か。わかった。カメラで捜索してみる。気をつけろよ。この先、ちょっと手強いのよね。なんか怒るフラグビンビンじゃん。そりゃ怒りますわ、わら。なんかすっごいゾンビいそう。いやー、さっきまでいなかったのに突然出てきたー。噛まれてるー。おい霊夢、なんでさっきの部屋に戻らないのぜ、わら。戻ろうとしたけどなぜかドア開かなかったのよ。きっとバグに違いない。バグなわけないだろ、霊夢が下手くそなんだぜ、わら。私が下手くそかどうかは、こいつらを処理してから判断することね。霊夢がヘチャクソなのは今までのプレイングからすでに明らかではないか。ヘチャクソうるさいわ。おらおらおら、足打ってあげるから倒れてなさい。張ってきてるよ。大丈夫大丈夫、張ってるやつは遅いから。適当に足ちぎってちまちまダメージ与えてれば勝てるでつん。ドアの外にゾンビいますが、先にナイフでこいつをザックザク。わらわら、かつて人であったものをそんな扱い方するとはあまりにもひどすぎる。突然よろけながら急接近しないの。ぬわーん、また噛まれた。あれ、まさかこれで死ぬわけは。やっぱ下手くそ霊夢さんでした。わらわら、ぐわーん、ここまで戻っちゃったじゃないの。調子乗って回復せず戦うからだぜ、わら。という夢を見たんだけどさ、私がこんな場所でやられるわけないじゃない。なかったことにするの禁止。ここまで戻ってくるのに時間かかるし、また怖い思いする羽目になっちゃったよ。リブルちゃん、それはただの夢ですよ。意識を今に集中してください。だから都合の悪い記憶消すのやめろよな。さてさて、これでだいぶ片付いたと思うので、廊下に出てみましょう。多分大丈夫そうでしゅわね。やっぱ私にかかれば今回も余裕でしたね。一回死んだくせに何言ってるのぜ。はい、神パンチ。こんな神ストレート繰り出せる私が死ぬなんて、絶対あんたらなんかの幻覚見たに決まってますわよ。へいへい、霊夢の妄言に付き合うの疲れたのぜ。霊夢さんって変なとこでプライドあるからな。下手くそくらい認めたらいいのに。下手じゃない。くそ、鍵がかかってる。そうだったわ、ここ鍵かかって入れなかったのよん。少し先の方で鍵手に入れてから戻るんだったよな。ここでもブラッドさんの ID カード役に立つん。アサルトライフルのスコープでつん。ああ、ブラッドさん。本当に感謝します。あと、霊夢さんが変にいたぶってしまってごめんなさい。ブラッドさんに感情移入しすぎなのぜ、わら。うっばあ。なんか奥から張ってきた。そういうの心臓に悪いからやめてほしい。こいつ、RE2 にもいるよねー。そうなんだよなー、地味に一緒なのぜ。ハイハイしてるやつは安心してナイフザックザクできるから最高。わらわら、マジで霊夢の人格を疑いますぜ。実際さー、こういうゾンビゲーとか、ブラセフみたいに無差別にやっちゃうことのできるゲームでさー、犠牲発しつつ 100% してる人って結構いると思うのよ。いや、多分それマイノリティだぜ。さすがにそんな犠牲発しながら残虐なゲームしてる人って多くないでしょう。そうなの？渡してきた押すとき、結構口に出しちゃうタイプなんだけど、一人ごとっぽくつぶやいちゃう人は結構いそうだよな。だけど規制発するレベルのやつはそうそういないと思うんだよな。絶対結構いるって。視聴者の皆さんも、残虐なゲームプレイするときに 100% 規制上げた経験くらいありますよね。なんで急に静かになるの？いないようだぜ。やっぱ霊夢さんが気違い。私は正常に決まってるじゃない。マジで正常だと思ってるのか？うるちゃいわね。もうこの部屋ある程度調べたので次行きますよ次。うわ、びっくりした。まだいたのね。油断してると残党に駆られるわよリブルちゃん。オラオラ、足切断切断。うひゃ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 。あとはナイフでブッスブッスザックザク。受けて受けて。やっぱ霊夢っておかしいよな。他の人が霊夢さんのそんな姿見たらドン引き確定だよね。私にはわかってるんですよ。みんな心に闇を抱えてるってこと。そりゃ闇のない奴なんてほぼいないとは思うが、霊夢みたいな真っ黒な奴もなかなかいないと思うのぜ。世の中真っ黒な奴しかいなくない？グレーなのはたくさんいるが、真っ黒なのはむしろマイノリティだと思うぜ。I want to be the minority。 うまいこと言ったつもりか。ちょっと金庫回してくる。これこれ、こいつを忘れちゃダメなのよん。そろそろ20分だし、休憩しない？あら、もうそんな時間か。確かに気づいたらもうそんな経ってるのね。
ちょうどセーブポイントだし、ここで一旦切りましょうかね。今回は私の提案通った。そりゃあ切りのいいタイミング提案してくれたらそうするのぜ。とりあえず警察署はこれで半分くらいかな。切りがいいのでここで一旦やめますん。次回、いつになるかわかりませんが、お楽しみにね。最後まで見てくださり、ありがとうございました。ありがとうございましたのぜ。どうもありがとうございました。